はい、東京スカパラダイスオーケストラです。ギターの加藤隆です。はい、ドラムの本英樹一です。ということで、うん、島くんは、いやすごい撮影だったね。すごかったねなんかお盆が来たよね島君は去年ね、僕ら一緒にレコーディングに誘ってもらって、そう、ジャズっていうニューアルバムのねレコーディングで4曲ぐらい一緒にやらせてもらってね、結構一緒に飲みに行ったりする機会はお互いに別々であったりとかして、うん、そうだね、そうだそうだ、でなんかいつか一緒になんやりたいねっていう話をしてて、たら CD 作るタイミングで、うん、ちょっとスカの曲があると、うん、でそれ叩いてほしいっていうのと、まあ、僕ら結構スカだけじゃなくていろいろこう島君と共通した音楽のブリティッシュロックだったりとか、うん、すごい似た音楽ルーツがあったりするんで、じゃあそういうのもちょっとやってみたいなっていうところで、そうね、4曲ぐらい、いや島君のその、うん、聴いてる音楽のバックグラウンドの幅がすっごい広いからね、うん、なかなか最近そういうところにスポットを当てた音楽の作り方をする若いアーティストは減ってきてると思うんで、僕らと結構ルーツが似たミュージシャンとなんか一緒に音楽作るの楽しいし大事にしたいですよね、うん、まあ音楽バカずっと結構やっぱレコード聴いたりやっぱ音楽のことをずっとこう考えてるというか、なんだろう、自分のパフォーマンスとか以上にすごく音楽制作したりとか、うん、あとレコード聴いたりとか、するのがなんか好きなんじゃないかなって僕はなんか勝手に思ってるんですけど、うんうんうん、最初怖い人だと思ってて、カリスマ性が ねものすごいからね。でもなんか一緒レコーディングしててこうなんか全体のムード、こう空気を掴んだり気を使ったりっていう、うん、そうだね、そういう部分のこうムードのキャッチするスピードがすごい速い人だなってのは感じましたね、うん、スカパラのと一緒に写真をね真ん中で撮ったのが実は和歌山で島くんのお父さんなんか僕らスカパラのに囲まれて、うん、お父さんが真ん中でライブ終わった後にね乗ってたタクシーのね、本人じゃなくてご本人じゃなくて偶然お父様 のタクシーに乗って一緒に記念撮影したってで本人の島君が俺より先にスカパラの真ん中に立ち上がって先にお父さんフィーチャリングされたでいつかねスカパラともまた合流できる日が来たらね、うん、すごくいいなと思います、はい、